伊東温泉競輪場は、静岡県伊東市にある競輪場である。主催は、伊東市。施設所有は三成交産株式会社。競技実施は、ジャ火東日本地区本部南関東支部。実況は、東京ビデオシステムで担当は、鈴木慶文。1950年9月16日に開設され、当初の名前は、伊東競輪場だったが、 1968年7月から現在の名称が使われるようになり、1998年より正式な競輪場名となった。記念競輪の名称は椿章争奪戦で、かつては椿が咲く2月下旬から3月にかけての開催が通例であったが、ここ数年は時期を変えある時に12月に行われている。なお開催2日目のシード優秀競争は、 湯の町伊藤にちなんで、井出湯章の名称で行われる。特別競輪は1999年に、ふるさとダービー、2002年と2006年に、東大座線、2014年と2020年に、共同通信社会、2017年には、サマーナイトフェスティバルがそれぞれ開催された。また2012年には、第一回の日韓対抗戦競輪を開催している。 ナイター競争の開催に向けて施設を改修し2014年12月2日からミカリンナイトレースとして2015年2月までのファイ4開催で実施した2015年度以降も行われている2019年2月13日からはナイター設備を活用してミッドナイト競輪を開始東央競輪場では例年6回程度ファイ開催が割り当てられるが この範開催の売り上げは3日間で2億円足らずと、再三ラインに届かず3600万円ほどの赤字になるものの、ミッドナイト経輪を初開催した2月13日からの3日間では、約4億4000万円を売り上げ、再三ラインの4億円を上回った。マスコットキャラクターは、伊藤名産のみかんをモチーフにした、ミカリン。トータリゼータシステムは、富士通フロンテックを採用する。 2008年10月23日の開催より、手下活式投票にあたるチャリロトが発売され、2012年11月28日からの開催より、グループ B としての発売となり、静岡競輪場、千葉競輪場、岩木平競輪場とキャリーオーバーを共有する。なおキャリーオーバーの対象外である、チャリロト3は、伊藤単独で発売される。 2012年12月31日にはチャリロトで公営競技史上2位となる5億2462万7700円の払い戻しが出た。2016年5月21日よりサイモン側にチャリロトプラザがオープンし会員登録すれば場内でシゲカツ式の購入が可能となっている。 一周333メートルの小回りバンクだが、国内の333メートルバンクで直線が最も長いためゴール線前が伸びやすく、追い込み選手にもチャンスがある。また、近隣の小田原競輪場ほどではないもののカントが立っており、バックストレッチからのめくりが決まりやすいため逃げ選手には少々厳しいところがあるが、 333メートルバンクの正確よろしく積極的にかければ力で押し切れるので正気さえ逃さなければどの選手にも不利はない。そのため選手の間では乗っている間隔としては400メートルバンクに近いという声も聞かれる。なお競輪場は高台に立地するが崖を切り崩して造成されたため周囲を丘に囲まれておりバンクに風は入り込みにくい。 一節4日完成開催となった2002年4月以降の歴代記念競輪優勝者を歴期。COVID-19 流行と感染拡大を防止する観点から入場制限を行って開催された。初のナイター競輪開催へ、伊藤静岡新聞、2014年9月11日、公益財団法人者か伊藤温泉競輪場におけるナイター競輪の開催について無観客。 車検は、ネット販売の見若者開拓へ、初のミッドナイト経輪。静岡新聞。http://www.ap-s.com n e w s a r t i c l e e c o アーティクルスラッシュエコノミー静岡6 1 5 4 2 7 h t m l 2 0 1 9年3月26日閲覧。 伊藤家臨場サイモン入り口にチャリロトプラザオープン。チャリロト2016年5月16日。ありがとうございます。